図書館11月のお話し会、絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします。町立図書館絵本コーナー、絵本や紙芝居の読み聞かせなど、小さい子向け0歳から5歳11月13日水曜10時30分から、エプロンさんのお話し会0歳から5歳11月19日火曜10時から、大きい子向け5歳から小学生11月23日土曜祝日14時から、ときがわ公民館1階視聴覚室11月9日土曜14時30分から15時30分、絵本雨の日の遠足、エプロンシアター、あてっこクイズ、作って遊ぼう、お楽しみ。図書館だより。図書館の担当者がセレクトしたおすすめの本をご紹介。ピアノの音に魅せられて、芸術の秋、秋の夜長は音楽に触れてみませんか。今月はピアノをテーマに3冊の本を紹介します。ルース・スレンチェンスカ、94歳のピアニスト、一音で語りかける。ルース・スレンチェンスカ著、大野陽子編構成、平凡社。ピアノ図鑑、歴史・構造・世界の名器、ジョン・ポール・ウィリアムズ著、元井夏彦役、ヤマハミュージックメディア。君の声を聞かせて、小出まりるい著、改正社。新着図書、新しく図書館に入った資料の一部を紹介します。子供の本、子供六法、山崎総一郎、公文堂。スポーツと君たち、佐藤義人、大衆館書店。ヤービの深い秋、那敷果歩、福音館書店。お月様一つずつ、長野秀子、同心社。グリドングリドン、宮西達也、光の国。一般書、災害に強い街づくりはご近所の力、山村武彦、行政。人類は缶で進化した、ピーター・S・アンガー、原書房。グリーンウッドワーク、靴は正し、学研プラス。楽園の真下、荻原博士、文藝春秋。楽日、港かなえ、角川春樹事務所。図書館カレンダー、11月の休館日は毎週月曜日、3日と23日は図書室が休館です。町立図書館開館時間、火曜日、金曜日から日曜日9時から17時、水曜日、木曜日9時から18時。貸し出し冊数期間、1人図書雑誌を10冊、紙芝居を5点、ビデオ DVD を2点まで、15日間借りられます。公民館図書室、開館時間、火曜日から金曜日、9時から18時、土曜日、日曜日、9時から17時、昼休み、12時から13時。貸し出し冊数、期間、1人図書、雑誌、紙芝居を5冊まで、15日間借りられます。図書館図書室が閉まっているときはブックポストをご利用ください。ビデオ DVD 紙芝居は壊れやすいのでカウンターへ返却をお願いします。情報のページ、東松山特別支援学校 PTA
40周年記念 PTA 祭りを開催。出し物、開幕太鼓、ダンスなどを行います。模擬店は当日のお楽しみ。福祉作業所のお店も参加します。ご家族やお友達などみんなで参加してください。12月7日土曜11時から13時、東松山特別支援学校体育館。問い合わせ障害部、電話 24-2611。 学童ひまわりクラブ学童祭りを開催します。学童ひまわりクラブでは地域の皆様に学童保育所をご覧いただくため学童祭りを次の日程で開催します。模擬店や子ども向けのゲームなど楽しい催しを用意していますので、ぜひ遊びに来てください。12月7日土曜11時から13時、玉川学童保育所ひまわりクラブ玉川小学校北側。問い合わせ時川町学童保育所ひまわりクラブ、電話 65-4253。 自衛官募集案内。問い合わせ自衛隊埼玉地方協力本部熊谷地域事務所担当野口、電話 048-522-4855。熊谷特別支援学校夢祭りドリーム祭を開催。テーマは令和とともに皆の青春咲き誇れ夢祭り。作品展示やステージ発表、各学年グループでの催し物や中学部高等部作業学習の製品頒布などがあります。11月16日土曜9時30分から14時15分、熊谷特別支援学校、熊谷市川原明戸605。問い合わせ、電話 048-532-3689。 シルバー人材センター会員募集。問い合わせ、時川町シルバー人材センター、電話 66-0220。 第21回室山ゆずの里ウォーク、日時11月23日土曜祝日小雨結構。問い合わせ室山ゆずの里ウォーク実行委員会事務局、電話 049-294-1250、 ファックス049-294-1040。引き老福橋ファミリーコンサート相川七瀬参加者募集。問い合わせ引き地域労働者福祉協議会事務局、電話 22-2511。 小川元気プラザ1県民の日フェスティバル。プロネタリウム無料投影、1日3回、各回先着126名。クラフト体験、音楽演奏等が無料で楽しめます。また、有料のツリーイング体験やキッチンカーなどの各種出展もあります。たくさんの方々のご来場をお待ちしています。11月14日木曜、9時から16時。対象どなたでも。申し込み、プラネタリウムチケット配布は当日9時から受付開始。2、元気プラザでお正月。お餅つきと昔遊び。お正月の締め飾りと鏡餅作り、竹を使った昔遊びなどをします。定員30名。12月6日金曜までに電話等でお申し込みください。抽選です。12月21日土曜13時から22日日曜13時まで。対象、
小中学生とその保護者。費用、大人2950円。小中学生2400円。未就学児1650円。問い合わせ、小川元気プラザ。電話 72-2220。埼玉県平和資料館。ギャラリー展示、写真で見る戦争と暮らし2。1月13日月曜祝日まで。11月14日木曜、県民の日三大特別企画。クイズラリー、無料、予約不要、景品あり。9時から16時。紙芝居読み聞かせ会。無料、予約不要、先着160名。15時30分から16時。夕日と夜景の鑑賞会。無料、予約不要。16時30分から18時30分。ウィンターナイトミュージアム。11月30日土曜から1月11日土曜までの土曜日です。映画会、入館料、観覧料無料、事前申し込み不要、先着160名。埼玉ピースミュージアム講堂にて上映します。ある夜の出来事、11月10日日曜、13時30分から。二宮金次郎物語、11月16日土曜、13時30分から。問い合わせ、埼玉ピースミュージアム、埼玉県平和資料館。電話 35-4111。理容店、美容店、クリーニング店、麺類飲食店、一般飲食店のお店選びは、厚生労働大臣認可の S マーク登録店で。S マーク登録店は、事故が発生した場合の賠償保険、施設の設備の内容、仕事やサービスの内容について正しく表示している信頼できるお店です。詳しくは公益財団、埼玉県生活衛生営業指導センター、電話 048-863-1873 へお問い合わせください。国営武蔵丘陵森林公園、もみじナイト開催。11月9日土曜から12月1日日曜の特定日に、中央口エリアにて夜間開演、光と森のストーリー、もみじナイトを開催します。里山に広がる約20種、500本の紅葉を夜間にも楽しんでいただけるよう、カエデンのライトアップやアートイルミネーション、企画展、秋グルメをご用意。日中も体験イベントやガイドツアーなどを楽しめます。秋の夜長には少し足を伸ばしてきらめくもみじ狩りをしてみてはいかがでしょうか。開催日、11月9日土曜、10日日曜、16日土曜から12月1日日曜、18日間、雨天中止。開演時間、11月は16時30分から20時30分、12月は16時から20時30分、ともに最終入園は20時まで。その他、開催日のみ、森林公園から中央口間で無料シャトルバス運行予定。また、夜間の駐車料金は300円。問い合わせ、国営武蔵丘陵森林公園管理センター。電話 57-2111。無料法律相談会。埼玉司法書士会では、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更などの無料法律相談会を開催します。問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。
食は体を作る。城西大学通信。第1回、減塩の効果。私は病気がないから大丈夫。本当に大丈夫ですか？皆さんは、日本人は何が原因で亡くなることが多いと思いますか？原因の1位は喫煙。2位が高血圧。3位が運動不足。4位が高血糖。5位が食塩の過剰摂取です。時川町の方は高血圧の方が多く、食塩摂取量が多いことが分かりました。食塩の過剰摂取によってどのような病気になるのでしょうか。答えは、心臓病、脳卒中と癌です。食塩の過剰摂取で高血圧になることによって、心臓病や脳卒中にかかりやすくなるのは皆さんご存知かもしれませんが、食塩の摂取過剰は胃がんになる確率を上げる要因にもなります。ですから、すでに高血圧の方も、そうでない方も、減塩は大切なことなのです。ぜひ、ご家族一緒になって減塩に取り組んでください。時川町の中高年の方の1日の食塩摂取量平均値は、男性1日 15.7g、女性1日 12.2g です。中高年の方がこのまま25年間食塩を取り続けると、血圧がどうなるかを計算してみました。25年後には高血圧になってしまう可能性が高いことが予想されます。女性も同様の傾向です。減塩は今からが大切。健康の貯金を始めてみませんか？今から1日6グラムに減塩すると予防できます。問い合わせ、保健センター、電話 65-1010。歴史に立ち寄るナンバー1。時川町に最初に人が訪れたのは、今からおよそ1万6000年以上前の旧石器時代であることを皆さんご存知でしょうか。昭和57年の発掘調査の時に、玉川市内の遺跡から1点のみナイフ型石器破片が発見されました。この石器は黒曜石でできており、ナイフの形に加工されています。黒曜石はガラス質であり、鋭利に加工しやすいため、旧石器時代の人々は生活道具として特にこの石材をよく好んだのでしょう。ちなみに埼玉県内に黒曜石の産地はありません。関東とその周辺では長野県の和田峠、八ヶ岳など東京都の伊豆諸島、栃木県の高原山が主な原産地です。そのため原産地と消費地を結ぶ物流や交易がその当時にはあったと考えられています。時川町の黒曜石も遠い原産地からどのようにして持ち込まれたのか想像が膨らみますね。問い合わせ障害学習課、電話 65-2656。 一人一日 50g のゴミの減量を。今回はスケールを大きくして世界で問題になっている海洋プラスチックについてです。ポイ捨てなどをしたプラスチックゴミが川を流れ、海に流れ出したものです。それを魚やウミガメ、海鳥が食べて死んでしまう問題が起きています。また、プラスチックを食べた魚を人間が食べ、人体にも取り込まれる恐れがあります。少しでも減らすために、私たちにできることって何だろう。買い物にはエコバッグを持っていこう。資源プラスチックの分別をしっかりしよう。ポイ捨ては絶対にしないようにしよう。町が収集したプラスチック類は、寄居町の資源循環工場でリサイクルされています。問い合わせ、建設環境課、環境担当、
電話 65-0814。 町民文芸俳句。昨日今日、うせもの探す俗書かな。昨日今日、うせもの探す俗書かな。田黒林陽子。秋風や、もみじ舞い降る伊香保の湯。秋風や、もみじ舞い降る伊香保の湯。田黒土屋新一。秋の日や、発射成功コウノトリ。秋の日や、発射成功コウノトリ。番上相葉陽子。スズムシの音色の中に身を沈め。スズムシの音色の中に身を沈め。番上岡野茂。岩を背にすらりと地蔵立ちて秋。岩を背にすらりと地蔵立ちて秋。番上渡辺俊一。用水路落下の流れ絶え間なく。用水路落下の流れ絶え間なく。本郷坂本美也。秋の尾瀬湖畔に佇むシルエット。秋の尾瀬湖畔に佇むシルエット。本郷鳴川芳郎。まん丸の子猫の目にもイワシ雲。まん丸の子猫の目にもイワシ雲。田中市川さえ。ふるさとの紅葉景色素晴らしい。ふるさとの紅葉景色素晴らしい。田中穴沢悦子。秋厚障子の山の薄ぼこり。秋厚障子の山の薄ぼこり。桃の木武田雅子。猪子づち頬に飾りて猫帰宅。猪子づち頬に飾りて猫帰宅。西平新井行園。笹流しアメンボの行く指の先。笹流しアメンボの行く指の先。西平新井恵子。メロディーに合わせて帰る放牧牛。メロディーに合わせて帰る放牧牛。西平荻窪春。庭石に座るや秋の雲流る。庭石に座るや秋の雲流る。西平関口英子。長き世や辞書を引くことの多くなり。長き世や辞書を引くことの多くなり。西平大島勝子。秋の世の妻との会話なくても楽しい。秋の世の妻との会話なくても楽しい。雲河原池上雅子。一人見る旅の雑誌でもみじ狩り。一人見る旅の雑誌でもみじ狩り。大野柴崎節子。1月号掲載の俳句作品を募集します。はがきまたは電子メールに作品1点未発表を楷書で記入し、11月29日までに投稿してください。締め切り日の消し印有効。また漢字にはすべてルビを明記してください。電子メールでの投稿は、件名を町民文芸としてください。対象は町内在住の方のみです。ペンネームや画号を使用の方は、本名も必ず記入してください。編集後期。体育は、体を育てると書きます。体が育ちきった皆様も、体育祭後には、肉体の悲鳴のような筋肉痛と戦ったことと思います。筋肉痛になるということは筋肉が育っているということなので、
筋肉痛にならない体育祭は体育祭ではないと言っても過言ではないのでは。いや、過言です。なお、同じ筋肉の痛みでも肉離れは違います。それは育っているのではなく、ちぎれているのです。残念ながら。保坂 R。 人口と世帯、10月1日現在、総人口11,109人、前月比プラスマイナスゼロ。9月の動き、出生6人、死亡11人、転入等33人、転出等28人、男5634人、マイナス2人、女5475人、プラス2人。世帯数4734世帯、プラス8世帯。防災行政無線テレフォンサービス無料。電話 080-0800-8432。 広報時川第166号、令和元年10月25日発行。編集発行時川町総務課。郵便番号 355-0395、 時川町大和田玉川2490番地。電話代表 65-1521、 ファックス 65-3631。 ここまでの担当は柳原でした。以上で広報時川11月号の朗読を終わります。朗読完成2019年10月30日。制作は時川町社会福祉協議会でした。この後には何も録音してありません。